はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、有酸素運動はプラスでしかないということで、呼吸トラブルですとか、コロナ後遺症対策としての有酸素運動の高い効果についてですね、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。で、この呼吸トラブルですとかコロナ後遺症対策としては、やはり継続的や段階的に呼吸を伴う運動、つまり有酸素運動が有効であるということが実は以前から報告がされています。で、運動と聞くとなんか筋肉をつけるために行うというイメージがやっぱりあるんですが、それ以外、例えば疲労感ですとか倦怠感の軽減ですとか気分転換ですとか、やる気、意欲を高めるなんていうことからも、やはり運動は大変効果的です。で、そのポイント、3つあります。1つ目は、呼吸に関係する肺に加えて、関わりが深い心臓ですとか、毛細血管とか、その細胞内のミトコンドリアというところの機能も高めることができることで、脳もスッキリして活性化されるというところがあります。2つ目のポイントは、中強程度の負荷にて30分程度行うというのは、まあ、目安としてはあります。強い負荷でないというところがポイントになってきます。ただこれ5分でも効果あります。それから3番目のポイントは、こう吸って吐いてということで、この運動と呼吸のリズムを一定に合わせると酸素を体内に多く取り入れることができるようになりますので、それで息切れが生じにくくなるということがあります。つまり、医師や専門職の下で運動を妨げる要因です。合併症がないのであれば、呼吸の苦しい時ほどむしろ動いてもらった方が有効です。やっぱり運動を行わないってことの悪循環を断ち切ることもできますし、それから日常生活のやっぱりできる、行える活動を増やしていくってことで、動作を改善することはやっぱり生命予後も良くなってきます。で、実際こういったアプローチをすることで、まあ、どの程度まで運動に耐えれるのか、これを専門的には運動対応能というふうに呼ぶんですが、この運動対応能の改善は呼吸リハビリテーションの概念からも行うよう強くするので、グレード A ということになってますので、ぜひこのあたりも参考にしていただけると幸いです。そしてここからはこの有酸素運動の具体例と実践する上での注意点についてより掘り下げて解説をさせていただきます。有酸素運動、いくつか種類がありますが、代表的なものがやはりウォーキングや散歩、それからランニングというものがありますし、あと腹式呼吸がやはりおすすめです。まあ、その他、例えば自転車、サイクリングですとか、まあ、家の庭仕事、水泳、ダンス、ヨガなんてものもあります。で、特に屋外の緑の多い場所で自然と触れ合いながら行う。それから、かつ集中して行うとより効果が高まるということも実は分かってきています。で、ただ一方でやっぱり運動は苦手であるとか、まとまった時間がないとか、習慣的にはちょっとできないっていう方も中にはいらっしゃるかと思います。で、やっぱり新たに行うというのはなかなか大変なので、隙間時間に無理や負担がない程度で行うということが大事です。で、まあ生活習慣の中に織り込んでもいいと思います。例えば朝起きたらラジオ体操をするですとか、近所へのお出かけとか買い物を車で行ってたものをあえて自転車で歩いて行ってみるとか、エレベーターよりも階段を使うなんてことは具体例としては挙げられます。で、そういったところで疲れにくくなるということで生活能力も改善してきます。で、注意点もただあります。注意点としてはやはり個々の能力には差がありますので、適度に休憩を挟んで運動強度に疲れを持ち越さない程度にしてください。高強度の運動だったり長時間の運動はかえってストレスを高めてしまって免疫を下げてしまうということになってしまいますので、この点は注意をしていただきたいなというふうに思います。それから呼吸と運動のリズムの乱れを避けると、これ乱れが生じると体にかかる負担が大きくなってきてしまいますので、これを避けるということも大事です。例えば無意識のうちに息を止めているってことがあります。顔を洗うときとか、トイレに行って排便時なんてことは、やはり息を無意識のうちに止めてしまいますので、こういうときは呼吸が乱れてしまいます。それから、体を洗ったり、歯を磨くなんていうこと、一定のリズムをしていることときにも、やはり無意識のうちに
息を止めてしまっているということがありますので、こういったところにもぜひ注意をしていただければというふうに思います。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。